こんにちは。こんにちは。小原田水沙です。小原田ひろみです。イルカの時間です。会いましたね。会いましたね。昼爽快、はい。ね、昨日ね。素晴らしい一日でした。なんか本当に楽しかったね。楽しかった。昼頃行ったんだね。そう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 。帰ったらもうあれか。日付が変わるかそのギリギリぐらいで。そうだったな。うん。あ、うん、ホピの予言の上映会がね。はい、うんうんうん、上石寺で、ね。そう。あれは自然食レストランっていうのかな。そうそうそう、素敵な。素敵なとこだったな。レストランというかカフェというか素敵だったね。うん、そうだね。1階がお店、明るいお店で、うん、テラス席もあって、うん、で階段上がっていったところにもまあ客席というかあのお客様が座れるところ、うん、ソファー席みたいのがあって、うん、あとまあイベントスペースっていうのかな。そうだな。うん、30時ぐらい。ね、入るんだ。そうそう、布団を敷いて1階にお座りする形で、うん、ね、うん、でホピの予言の、映画の上映やったんだけど、うん、神様との約束とかね、うん、そういう映画なんかも定期的にやってるらしいな。うん、そうやってた。まあいいとこだったな。うん、でホピの予言っていうとね、うん、もう我々はずいぶん前から知ってるもんな。そう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 、うん、だから私がまだ新機構の社員だった時だから、うん、1990何年の3年とかそのぐらいの話だから、あの監督のね、うん、宮田清さんがさ、うん、毎月来られたんだよね。そうそう、下田に、ね、でお話ししてくれたり、映画も上司くれたの。もちろん映画も見て、うん、あのホピーのそのどういう状況かってことを話してくださって、うんうん、私は新機構でグッズ担当だったから、うん、宮田さん の, あの販売用のあの時はテープだったのかな、ビデオテープだったな、うん、あれをちょっと販売させていただいてとか、うん、そういうお付き合いだったんですね。そうだね、うん、で宮田監督と、まあ、中川会長と美津先生とな、うん、ホピの村へ1994年にね。94年だった。そう、もっと早かったね、気づいてるね。夏だと思うけどね、うん、あれしたんだよ、俺取材でついていってさ、そう、ね、うん、そういうことがあって、でその後、まあ、宮田監督倒れて亡くなって、うん、中川会長もね、あんたと倒れて95年12月に亡くなり、そうというふうなことでね、うんうん、であのホピの予言はあの宮田さんの奥さんのね、うん、辰巳玲子さん、うんうん、彼女がずっとね、うん、まあ、継承するような形でな、うんうん、だからあの時に宮田さんね倒れる前に、うん、まあ、新しい新作というかさ、うん、それを準備してたんでしょ、うん、そうそうそう、うん、その編集作業だったな、うん、ロサンゼルスかサンフランシスコかな、うん、あっちの方で脳一血か、そうねえ、うん、奇跡的に ね、うん、回復されて、うん、その後まあちょっと体が不自由な状態で、お店先生とかもね入院してたんでしょ。そうだね、うん、覚えてる覚えてる分かってる、うんうん、そうだよね、うん、で、その後ね95年に阪神大震災があって、うん、なあ、あまああの311、うん、その前に911のねテロがあって、テロがあってね、うん、イラクのなんかイラン・イラク戦争か、うん、もあったり、非常になんか世の中が危険に満ちた時代になっていくわけだよ、うんうんうん、なでその後その311あったりな、うん、今回熊本あったりしてね、うん、あの昨日は午前午後と、午前というか昼だね、昼一番の、あ、そうそうそう、昼の部と夜の部ね、うん、昼の部と夜の部とね、うん、映画見たけれどさ、うん、もうあの映画で言ってることがさ、うん、今本当に現実化してる。そうだね、だ今見ると、うん、まあ、まさしくなんだなって、うん、だからこのね、あの祝いの解釈とかさ、うん、予言の解釈っていろんな解釈ができるわけじゃない、うんうん、でもあ過ぎ去って後で見てみるとこの予言のこの部分がもう当たってるよねみたいなのは、うん、あるじゃん、うん、そうだよな、うんうん、だから大きな流れとしてはさ、うん、まさにもうあのホピの予言の言う通りのあの祝いの通りに向いてるわけだよな、うんうん、そう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 、うん、だから創造主というね、あの神様創造主と言われる人たちがちゃんと作ってくれた、ね、うん、平和な道にみんなが一生懸命今これじゃいかんって、そうそうそう、うん、そう原点回帰じゃないけどさ、うん、その時期だよね。そうだよな、うん、だからもう創造主はさ、うん、人間が外れていく、うん、ね、いわゆる、本当に精神性豊かに、うん、ね、自然と調和しながら、うん、全ての命を敬いながらな、うん、感謝し、うん、生きていくという道を人間にこうね提示したわけだけど、うん、だけど人間はやっぱり
欲に負けて、うん、物質を神様とする道をずっと歩くというのはこれはもう予言だからさ、うんねまあ、そうなりますよっていうことだよな、うんうん、なってるねだからそれが、うん、まあ修行って修行なんだ、うん、そっからどうするかな、うんでもね私昨日さ本当に久しぶりに見たうちにもほらテープがあるから探せば一度見れるね、うん、あのデッキさえあればさ見れるんだけど、うん、まじまじと見たけどさいやーなんか本当すごい映画を、うん、もうあんな時期にだってあの頃ってさ、うん、だからもうバブルの頃とかさ、うん、そんな頃とかなんかいろんな豊かな時期もさ、うん、通り過ぎての頃にああいうものが作られてるわけじゃんあの時代にさいやこんな物質が豊かになった時代がなくなるはずないよってみんなが思ってたはずなんだよそうだよねみんなバカになってそうだよなだチェルノブイリの事故があったけどさ、うんうん、あれはロシアだからみたいなさなんかさそれそういうこうよそのよその国のことだってね、うん、いう感じもあったしなそれが今だって実際自分の日本という国でさ、うん、原発がさあんなことになってさ、うん、ロシアだけの問題じゃなかったんだよそうそれにね実質的なことじゃなかったんだよそうだ地震がこうあってさうん、うんいやでも私思ったんだけどさ神様ってさなんかそういうことを見るとさ、うん、厳しい人って思うかもしれないけどすごい優しい人だと思うのね、うん、っていうのは何回も何回も気づく機会をくれてるわけだよ、うんうん、そうだね例えばここ20年の流れで言ってもさ神戸の地震で教えてくれて、うん、気づいた人気づかない人がいる、うん、中越の地震で気づく人気づかない人がいるってね、うんうん、そういうふうにこう何度も何度もこれでもかこれでもかって言ってなんかさドラマとか映画とかだったらさある日突然、うん、浄化の日みたいなのがわーってやってきて、うん、右往左往して新しい世界になってるけど、うん、私たち今実際生きてるからさ、うんまあ、ずっと100年も1000年も1万年も後のさ自分たちの新しい今子孫というかその人から見たら、うん、そういう浄化の時代っていうのが一瞬の1ページというか、うん、ほんの何行かでさ、うん、描かれるかもしれないけど今生きてる私たちにとっては何十年もさ、うん、それがあるんだなっていうのをすごい感じたのよ、うんうん、だそれがもしかしたら神戸の地震よりも前にもあったんだよねきっと、ね、戦争もそうなんだよねそうそうそうだからさ、うん、我々人間って寿命は、100年足らずじゃんそうそうそうなだからそれで考えるからさ、うん、例えば100年たら長い100年だけど、うん、地球の、うんね、一生から一生というかといえばさあの100年ってのはさ瞬きの一瞬にもならんのよそうそうそうそんな感じで考えてる考えた方がいいのかもしれない。うん、本当瞬きの一瞬にもならないような短い期間私たちは生きてるんだよね。だから人類が、誕生してから、未だ起こったことがないというものがあったとしても、うん、それもわずかな期間の出来事だってさ、そう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 、もっとそれ倍3倍遡っていけばさ、うん、あったかもしれないね。だから地球が全球凍結ってさ、うん、氷に包まれるってこともあったっていうわけだからさ、うん、ね、うん、うん、だからそういうことだってあり得るわけだから。うんな、いや思う、うん、だそういうこうスパンでものを考えていかないとさそう、うんうん、今ここだけを見てたらダメだよねそうだよだからこれたかたかね昭和と平成しかまだ体験してないのにさそうだから今がさ、うん、本当に100万年に1回の時期かもしれないんだからもしかしたらね、うん、これが先こう一斉に世界中の火山がさポン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 と爆発してさ100万年っていうのは長いか短いかっていやそれも多分短いんだろうね我々にとっては長いけどな、うん、でもというさ、うん、短いんだろうねなあ、1回分ぐらいかもしれない宇宙ができて150億年だっていうわけだからさ、うんなあうん、壮大なスケールの中私たちは生きてるわけだからさもっと謙虚なのでいかんよそうだからそれをさまあ本当にキャッチする、うん、まあ宮田監督はね、うん、30年もっと前だから30数年前にさ、うんまあコピの人たちと会って、うん、そこでピピッと来るわけだよな、うん、でも昨日もちょうどねあの玲子さんがお話しくださったけども、うん、そういうことがあってインディアンのとこに行ったのかとかさそうだよないや玲子さんのお話はなんかスーッと入ってきたな私そうだな素敵なお話だったねだからあの、宮田監督がにねインディアンうんたちのこと伝えろって言ったね、うんまあ、日本の長老ね、うんうん、あの人またすごい人だないやそういうことだよねなだから上と上がもう通じててさそうもうある意味ね皆さんって素晴らしい人なんだけども本当に駒の一つとしてさそうだよ動かされてでそれをまた宮田さんは素直に駒となり動いてインディアンとこ行ったんだよそう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 だよねあれは素晴らしい感性だと思う、うん、私本当にそうあの映画はね、うんうん、本当改めてねすごい映画だと思ったし、うん、あれはねやっぱ俺は伝えていく俺自身にねあれを伝える、
役割はあるなっていうのはすごい昨日は感じたね。なんだな、ホピニ村に一緒に行けたかだよね。そうだよね。で今までさこうね、ずっと心に残りながらさ、そうだね、生かしてもらってるっていうことはさ、やっぱりなんかあるんだろうな、うん、だから今回こうやってまた新たな縁ができて、うん、そして映画見て、すごくこう心を揺さぶられて、うん、よしっていう思いになったというのはさ、うんうん、これは大きなことだからさ。いや本当に思った、うん、だからね、ホピから帰ってきてすぐホピ的感覚っていう本を作って、うんうん、その後もね、最地違ったとさ、そうそうそう、原爆どっちか先だった、原発と原爆、原爆と原発、うんうん、2冊書いて大きな意味があるよね。そうだよね。でも昨日はその映画だけじゃなくてさ、本当にいろんな、うん、朗読があったりさ、そうそうそう、ね、歌があったり、うん、あと楽器の演奏があったり、でも本当に良かったな。でも今度ね、我々もそういう会をやろうと思ってるんで、そうだね、素敵な人に出会いました、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。